皆さんこんにちは、ペソでございます。ファイアンブレム紋章の謎154回目ですね。今回ね、目玉っていうか自己満足の方に部類に入るかもしれない、大ドーピング大会がね、そろそろ終焉を迎えそうなね、形になってまいりました。とりあえずは、どうしようかいね。わざとね、守備が足りてないので、違う、輸送隊だ。秘伝の射技ですよね。で、竜の盾、あとどれぐらい足りてない？ああ、でもだいぶね、少なくはなってんのか。これで技は20。あとは竜の盾を何個かっていうところですね。あれか。じゃあ輸送隊、天使の頃がね、あ、ないやん。まあとりあえず倒しておきましょう。ミノルガさんもね、ほぼほぼ満杯なので、マリック君はそうか、あれがいいのか。運の良さ上げないといけないんで、これだね、メタミゾ。使用するだね。これであとは守備と天使の頃もどうしようかな。ジュリアン君はもういける。ナバルさんも大丈夫だよね。ハグレリウももう、1体か。だからいるのは竜の盾で、パワーリングは、あれがいるのかな。なんだっけ、ヒットポイント増えるやつね。これだ。
キングどうだったっけな。まあ竜の盾は、これで46もう1個ね、使えばいいっていう感じですね。多分これ限界なさそうやな、はぐれ竜。マリックもちょっと完璧にしときたいな。あとリライブの杖も一本もらっとかないとダメだねこれ。で、はい、これで、あ、天使の衣もな、どうしようかね。守備だから竜の盾を受け取りに行きましょう。これで、ね、あとはまあ力は、あ、でも魔法あるからね、あった方がいいんですよね。ちょっと、エストさん退避。どうしても、当たっちゃうんですよね。で、これで、退避しときましょう。いや、ここだ。そう、届く範囲ね。天使の衣があと2枚、マリックの分を含めて2枚ですね。ニンナさんはもういいかな。だからあとは盾だけやね。盾がいい。パワーリングも3つか4ついるなこれ。
カーリングいんのか。はい、今回出てこなかったね、はぐれ肥料。パワーリング、そうですね。とあとは、天使のコロボか。これで力18。うん。で、リンダさんは、もうパワーリング。16、次で20になるから、うん、ちょうどいいですよね。で、マリク君は終了したので、素晴らしい、うん、で、アベルさんも輸送隊から、竜の盾を受け取って、あ、アベルさんあれいるやん、天使の衣先。そしたらあれを渡しとかないといけないのか。で、秘密の店やね。パーリングも一個と、あといるか？ああ、天使の衣ぐらいか。ああ、そうか、マリック君受け取るの忘れてるね。
入らないとダメだ。さんあ、うん、うん、これで完璧。よいしょ、これ上に入れましょう。届かんでしょう。うん、ね。パワーリングと2つか。こっちも、あ、こっちは、こっちもパワーリングと竜の盾ね。あー、もう一回ぐらい、ごめんなさい。ラストにしたい言ってましたけど、終われないな、これ。効率が悪いから天使の衣もね。もうこれで49だから、うん、いいでしょう。で、こっちでパワーリング受け取りましょう。天使の衣を受け取りに行かないといけないから、どうしようかな。さっきに、うん、あとはそうですね、盾だから先に動けるようにするために、でエルファイア捨てよう。あ、トロン使えるんだ。あー、じゃあ、あー預けよう。はい、3体出てきた。なんてこったい。この大事な時に。
ではね、ごめんなさい、ちょっと今回で終わらそうと言ってましたけども、事情がちょっと変わりましたんでね、次回でちょっとなんとか目処をつけたいと思います、ごめんなさいね、ちょっと1回延長ということでお許しください。それではさよなら。